はい、占い館ルーチェトムです。今日もですね、見た時点から24時間有効占い3択の方ですね、やっていきたいと思います。これはね、もう時間朝昼晩関係なく、その見た時点から24時間有効のね占いになりますので、どうぞ直感で選んでみてください。それではスタートします。それでは今日も左から A、 真ん中 B、 そして一番右側 C となります。どうぞ直感でお選びください。よろしいでしょうか。それでは本日 A を選んだ皆さん、オープン。じゃん、女司祭のね逆位置が出ました。女司祭の逆位置ね、このカードはカード自身に精神性という意味がありますね。そして今日ね B を選んだ皆さん、逆位置が出てるので見たいものだけを見ようとしてる、そのような意味になってきますね。まずはね、自分が見たいねものだけを見ようとするとねマイナスになっちゃうんでね、対極的に全体的なものを見てしっかりとものを判断しましょうね。そうだな、そうだね、ちょっとねきっちりしすぎてるのかもしれないね、でね、やっぱり先が見えないでね、ちょっとぼんやりしてるような状態、これね、そうか。まああとはね、これ精神性のカードが逆で出てるんでね、比較的ねストレスが溜まりやすい状態なんですよ、ね、そうなんでね、今日はねそんなにこう力入れないで、肩に力入れないでリラックスして、ね、リラックスして進むことが、ね、今日の状態を良い方向にね導いてくれるので、ね、キーワードはねリラックス、リラックスして進みましょう。さあ続いて B の方、オープン。ホット、これはこれはね、ザ・デビル、悪魔の正位置が出ましたね。このカードはカード自身に呪縛という意味があります。そして今日を B 選んだ皆さん、正位置となっておりますので、心の中の悪魔に負けるとか、ね、そういうような意味がありますね。そうだな、今日のね今の状況を言うとね、現状に甘んじていたり、あとねこれほら鎖でね、鎖でこう繋がれちゃってるんです、このね悪魔の下でね、なんでね、囚われたままね進歩しないとかね、前に進まないとか、あとはねあなたの周りにね誘惑が迫ってるとか、そんなような意味があります。ね、あとはね欲望に流されてはいけませんね、なんでね、今日はねこれはねこの状態を良くするためにはね、心の中の悪魔に負けるって意味があるんでね、まずね自分の甘さに勝たなきゃダメだね。要は誘惑に負けてはいけない、しっかりとね、しっかりとしてね強い力を持ってね、楽な方に流されない、そのような一日にすると今日は悪いことをね回避することができると、そういうような状態になっております。さあ最後に C を選んだ皆さん、オープン。これねちょっとねやらせじゃないからね、今日はね全体的にね悪いカードだね、悪いカードというのもちゃんとねそれを知ることによって良い方向にね持ってけますんで、そのような気持ちで皆さん聞いてください。さあそれでは C を選んだ皆さんはね、吊るし人、吊るし人の正位置が出ました。このカードのキーワードはね、静かにとどまると書いて静止という意味があります。正位置はね出た皆さん、今日はね現状に向き合って静かに考える、そのような意味があります。なんでねそうだな、今日はどんな状態かってまず言うとね、自分の一存ではねどうしようもない状態だったりね、誰かの管理下にねあるなど身動きが取れないような状態、またはね一人で過ごすとか、なんかね強制的にね自分自身の考えてる動きが止められちゃうとか、そんなような意味があるんですね。なんでね
こういう日はね、また無理に動くのではなくてね、しっかりとね、この先の状況、この先の計画を立てる、そんなような一日にね、使うと、ね、良いと思いますよ。逆にね、これはアドバイスするとね、周りのね、外野からの声をね、シャットアウトするとね、新たなひらめきが、いい意味で言うと、新たなひらめきを得ることができる、そのような日にもなりますので、どうぞね、静かに留まって、静かに何かを考える。ね、そのような一日にしてみてください。そんな感じでした。はい、本日の結果はどうだったでしょうか。よろしければ参考にしてですね、良い一日を、そして良い24時間をですね、過ごしていただければと思っております。またですね、占い館ルーチェの方は、多くのですね、個性豊かな占い師さんの方がね、揃っておりますので、よかったら、ホームページの方よりですね、鑑定の方もできますので、よろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。